ホンダをに入った理由、鳥さん行ったし、うん、したらゆうたさんおるし、実業団に入ってからの、まあ、目標、ニューイヤー優勝4年目に引退だよね、うん、結構やんじゃったよね、気持ち的にも下がったし、うん、なぜ戻ろうと思ったのか、 MGC がはいはいはい、でもうめっちゃ走りたい、ホンダをに入った理由、そこどれぐらいで決まってた、ホンダ入ホンダはまあ大学3年の夏終わりぐらいかな、結構早めに決まって、はいはい、まあ決めた理由もやっぱ服部さん行ったし、うん、したらゆうたさんおるし、まあホンダっていう大きい会社、はい、まあ、やっぱそれがあってホンダに行ったかな、そんななんかホンダ行ってなんかやったろうとか、まあ、なんかあんまなく、やっぱ服部さんへの尊敬する気持ちっていうのはやっぱあったんだ、あったね、ずっと大学の時はもう同じ部屋やったし、あそうなんだ、早いし走った早いし、ええ人やし、責任感もあるし、責任感もあるし、ああじゃあまあ服部さんのこう、まあ、背中を追いかけてっていう、うん、そうだね、ホンダ入って、まあ、実質その早期引退からの、まあ、実業団、うん、でまあ、同期だとまあ木村慎とか中央から三宅とかが入ったよね、いきなりでももう入ったらさ、みんな大学駅伝バリバリ最後の箱根までさやってた人たちとさ、また同じとこにさこう行かないといけないし、先輩たちもその強い人たちがいるっていう状況に、またそういうチームに入って、そこの最初とかってどうだった、やっぱ練習とかって全くついていけないとかあった、まあ、いやもう早期引退してからは普通に一人で自分で練習してたんだ、練習もしてたし、その時監督じゃないけど別府さんが日程におったから、うん、もう別府さんが付きっきりで、あそうなんだ、ホンダ行くまでは別府さんが俺の監督っていうか、うんうんうん、で二人でやってたかな、だから入社して、まあ、最初の方は、まあ、試合とかも4月とかも試合なかったけど、まあ、普通にも練習もしてたし、うんうんうん、そこまでなんか差みたいのはなかったかな、じゃあその日体大のグラウンドで別府さんと練習してたって感じ、さあみんな練習終わってからとか違うところで練習したりってのがあったかな、まあ、でもそこでちゃんと練習してたから、うん、実業団に入ってからも、まあ、すっとこう馴染めたというか、まあ、ちゃんとこう入れたっていうのは、まあ、あったってことだもんね、でまあ実際入ってその実業団1年目とかニューイヤー走ってる東、あ東2区では一緒だったわ。え、区間賞か。違う。区間2。2位か。2位。井上さん。井上さんが後ろから言ってたのか。そう。で、あの時もうね、大集団で、ね、とにかくもう後ろから来たもん勝ちで、区間順位行ったって感じなので、もうラストはもうみんなで、もう団子で渡してみたいなね。だから俺がだから3番とか4番とか、うん、そんぐらいだった気がする。そう、ね。そう。そう。あ、あの写真あるわ。あの横一線で、ラスト数百メートル横一線、うん、しかも富士通中村さんで、日清村沢さん、 あと俺で山中で井上さん、あと誰かおったね、おったよね、誰かおった、6人ぐらいで横一線みたいなね、あったな、そっか、だからお互いじゃあ1年目で東の予選でエース区間ってことだよ ね、うん、そうね、走ってるね、それすごいよね、うん、普通にだって大学で途中で早期引退したのに1年目からホンダ、めちゃくちゃ強いホンダのチームでエース区間を走るって、うん、11月やったし、あ、まあ、その東の駅伝が、ね、うん、まあ入社して7ヶ月、うん、まあそんぐらいあったら余裕よね、なるほど、まあ、2ヶ月で考えられ優勝できるんやから、はいはいはい、7ヶ月あったら余裕よ、はいはい、まあ、仕上げ方のは多分かなりうまいっていうか、うん、まあ、調整力じゃないけど、ここぞっていう時に合わせる能力が高かったんだろうなって思うんだけど、なんか自分なりのこだわりある、この練習ができたら試合でこんぐらい走れるっていうのが自分で分かる、だから今日この練習ができたら、あ、試合でじゃあこんぐらいで走れるやん、自分が思ったよりも下回ることはなくて、あそうなんだ、上回ることはあんの、上回ることもある、あ、はい、でもこんぐらいでは走れるやろってのはあるから、まあ、そこまでなんか練習も特別なことはせず、自分の感覚を持って試合に挑んだり、うん、走ってみないと分かんないってよりは、もう走る前からある程度結果は見えてて、で、まあ、それを自分が試合当日にパフォーマンスとしてやるってい う、うん、その考え方割と、まあ、いい考え方っていうか、うんうん、まあ、簡単にそうに聞こえるけど、
そういう考えを持つのって難しかったりとかっていうのはあるし、僕とかはそういう感覚はあんまりなかったし、その時の本田監督からも言われてましたね、感覚をちゃんと持ってるみたいな。まあ、ホンダ入って、まあそのね、駅伝とかでも、まあ、安区間を走ってっていう、まあ、成果を上げてたと思うんだけど、実際大学と実業団との、まあ、入ってみて感じた違いとかってあった？やっぱ大学と比べて、まあ、やっぱ実業団って自由に、あ、やっぱ自分がやらないと、うんうんうん、自己責任があるから、うんうんうん、大学はやっぱみんなとみんなで集団でやってみんなでやってってのがあるけど、うん、まあ、授業内で感じたことは自分がもう自分がやらないと強くならんし、うん、実業団は自分の意思を持って練習試合決めたり、うんうんうん、ってのがあるから、そこが大学との違いやったかなって感じました。まあ、確かに大学ってもう部活じゃん、うん、だから結構道逸れてるやつってみんなでお前違うぞっていう感じだけど、実業なんて道逸れてったらはいどうぞ勝手にそれでってくださいみたいな感じだもんね。まあみんなが目指すゴールが違うからね、実業団は。それに向かって。そうだね。まあ山中自身のその実業団に入ってからの目標、実際どういう目標を立ててそのホンダに入った？ニューイヤー優勝、実業団でやってるうちはやっぱ会社宣伝、はいはいはい、をやっぱしないといけないから、うんうんうん、その責任感ね。まあ駅伝するのが好きやったから、あ、まあ、ずっとニューイヤー優勝、あ、まあ、それ以外の目標は、まあ、タイム的なものがあったかな、あ、はいはい、自己ベスト出すとか、ね、そういうのがあったけど、一番大きな目標を立てたのはやっぱニューイヤー優 優勝。じゃあ特別その世界とか、うん、オリンピックとかってわけじゃなくて、うん、まあ、実業団の最高の駅伝大会で、うん、まあ、優勝したいっていう、うん、それが一番大きかった。そんな大きな目標はなく、はいはい、駅伝優勝っていうのがあったかな。で、まあ1年目ニューイヤーもあれ4区じゃないよね、3区。そうだよね、3区だよね。その後ってどんな感じだった？2年目。まあ2年目もまあ1年目と同じようなぼちぼち普通に走って、まあ、うん、また東の駅伝2区走って、はい、で次ニューイヤー5区走って。ああ、5区か。そうかそうか。まあ1年目2年目3年目はそんなになんか変わりなく、うんうん、変わりなく同じようなで、まあ目標もやっぱニューイヤー優勝、優勝、まああれトラックでベスト出すっていう目標がずっとかな、うんうん、3年目まで。4年目に引退だよね、うん、そう、引退、1回引退した1回ねそう、あの引退した時ってその結構陸上選手って社会人4年目で引退するって、まあ力が振るわなかったか、うん、まあ怪我かっていうので引退すると思うんだけど、山中はまあ別に怪我もしてなく順調に走ってる、ニューイヤーも走ってる、え、引退ってなったんだけど、その引退の理由ってあんの？3年目の3月に引退してるのよ。その3年目は1万でもベスト出してるし、まあ調子が良かったんやけど、3年目のニューイヤー走ってる時に足痛めちゃって。ああ、そうなんだ。走ってる時にで区間最下位かな僕、うんうん、で途中歩いたりして、うん、まあ、監督も変わって、うん、やっぱ結果が振るわんかったから監督も変わってってのがあって、結構自分的にも責任感っていうか、うん、病んじゃったよね、そのニューイヤー終わってからちょっと気持ち的にも下がったし、うん、でももう一回やるしかないなと思ってやり始めたらちょっと足痛くなって、で、はいはい、まあ大きな怪我じゃなかったけど、ちょっと痛いなと、うん、ちょっと走られへんくて、もうそれもあってもう無理やと思って、うんうん、で監督にちょっともう気持ち的にも持たないので引退しますって。はあ、絶対止められたでしょ。止められた、ね、だから一応引退っていうか休部、1年間は休部の形にするから、うん、1年間は残しとくから。それは山中が希望したってよりも会社側からの、まあ、その時監督から、まあ、打診っていうか、1年間は席を置いとく。なるほど。言われて、でも俺はもう戻る気ないし、ないから、結構あの時はきつかった。ご飯も食われへんかって、3月とかはちょっと続けられへんかなって思って、うんうん、で4年目もう早期引退したって感じかな。まあ実質キューブ扱いっていうことで、まあ、戻ったよね。戻った。それさ、なんか監督もさ、キューブ扱いにしてたのさ、戻ると思ってたのか
いや、そういうわけじゃないか。なかったと思う。うん。結果的にでも、じゃあ、なぜ戻ろうと思ったのか。4月から会社に入って働いてて。働いて。うんうん、10月とか9月ぐらいの、ちょうどあれ、MGC が。はいはいはい。あって、その時に、あ、見に行って、今まで一緒に走ってユーモアとか走ってて、うん、俺もう一回走りたいな。はいはいはい。もう一番の気持ちで。なるほど。で、監督に、もう一回。一回って言って、はい、でも一応条件があって、この練習3つをクリアしたら戻すのと、はい、あと、おる選手に一人ずつ聞いていく。山中を戻していいのかを、選手一人ずつに聞いていく。で、みんな大丈夫。で、練習も、与えられた練習に全部やって。じゃあ、戻ってもいいよ。11月に戻った。なるほど。ああ、それ、なんか初めてだね、そういう気。まあ、なんか練習を、なんか与えられたみたいな話はちょっと聞いたことあったけど、その周りの選手に聞いてたっていう。うん、まあでも、そこで周りの選手も、了承してくれたっていうのは、うん、多分3年目までの山中が陸上に対してのまあ姿勢とか、まあ、あとはみんなが山中の力を認めてたりとかっていうのは多分あったのかなとは思うけど、11月に復帰してそこからまあたった2ヶ月でニューイヤー走ったよね。走った。6か。そこで2ヶ月で走るって、まあ、僕からすると考えられなくて、うん、それを成し遂げたことについてはどう感じてる？決して11月に合宿行って410本とかぜいぜい言いながら、そこででも言ってんだ。410本ぜいぜい言ってんだ。ぜいぜい言ってる。ってんだ。もうきつくて、その時がいっちゃん練習きつかったかな。決して肺に入れなあかんし、腕振ってても腕この辺しびれるし、ついなと思ってて、で12月入って、その時点でメンバー、エントリーメンバーにも入れてもらったことがびっくりで、うん、ニューイヤーの、うん、俺は絶対入らんと思ってたから、エントリーメンバー、じゃ あ山中入れるから、はい、ちょ入れるんですかって感じ で、はい、でニューイヤー前の最後の合宿で、まあ、ちょいちょい練習ができてて、まあ、5000も、うん、まあ、14分10後半ぐらいとかでバーって走ってて、うん、でもそれでもさすがに試合も出てないし、はい、練習もそれしかそんなしかやってないから、まあ、選ばれるとはね、なかなかニューイヤーは出えへんやろって思ってね。じゃあ監督に呼ばれて、なんか6ですか、とりあえずつくつもりかなと思って、なんか走る、マジっすか、走るんですかと思って、でやっぱ走る準備してないわと思って、え、それチーム状況あんま良くなかった？もう別にそんな悪くもなく良くもなくって普通で、いや消去法で山中が選ばれたとかじゃなくて、監督がそう走るってなって、なんでサングラスも買おうかなみたいな。12月後半ぐらいよ、もう走るって言われてから、サングラス買おうと思って買ったり、もうそんぐらいもう走るっていう感じがなかったから、うん、もう自分自身びっくりして、正直緊張して、うん、でもまあ、いざとなったら、ちゃんともう練習もしてたから、まあ、こんぐらいでは生きるやろとか、うん、もうちゃんと挑戦もしたしっていうのもあって、まあ、ロック走って、まあ、それも前も見えず、うん、後ろも見えず、ただ一人で走って、うん、区間順位のタイムを見れば団子で行くんだけど、うん、まあ、区間6番ぐらいで、はい、まあ、1、2秒早かったら区間3番ぐらいの、うん、まあ、100点じゃないですか、ね。1桁で走って、まだいけんなっていうのを思うかな。確か、その前後ぐらいのタイミングで、なんか腹痛に悩んでるっていう LINE を山中からもらったんだよ。うん、で、まあ、自分もその時腹痛ですけど流行ってて、で山中も腹痛で悩んでたってことだよね。悩んでた。まあ3年目かな、あの1万メートル走ってる時にラスト2000で絶対腹痛が来る。ほう。呼吸できへんくなる。ああ、俺もそう、呼吸できん。そう、これどうしたらいいんやろと思ってた時に、ちょうど神のなんか記事がヤフーニュースとかそういうので、うん、あ、これ聞こうと思って、で聞いたのね。で LINE して結構な長文やったと思うよね。ああ、めっちゃね、送った覚えある。めっちゃ長文で。でもその時に俺が実践しようって言って、それが別に成功法じゃなくて、そうそうそう、今俺はこういうことをやって試そうと思ってるみたいなラインを確か送ったんだよ、うん、そうそう、まあそれプラスいろいろ聞いて、ね、聞いて、もうそっからそれなくなったのかな。あ、なくなったんだ。なくなったよ。へ、で、まあ、1問ベスト出たし、それ俺にも教えてほしい。まあなんか俺がやったのはもう置き針
はあ。ゴキブリを何個か刺して。それは痛くなる場所じゃなくて、この筋肉にやるとかじゃなしに、まあやっぱほぐす程度にやったら俺はいけたんね。ちょっと俺もやるわ、ゴキブリ。分からんけど、まあ、人それぞれ守るけど、まあ、そうだね。まあ、ゴキブリが安心感につながったりとかっていうのもあると思うし、うん、実際。絶対試合前はゴキブリを用意して。これはもうそれやってから出てなくて、じゃあ割とその腹痛は悩んでたけど簡単にというか、うん、まあ置き去りっていう結構神のアドバイスとかも、うん、あ取り入れながら、はいはいはい、自分のあれでも、ね、まあまあまあ置き去りやる気で試してもらっていい、ね、まあ腹痛ね、うん、悩んでる人多いし、まあこういう同じ悩みを抱えてる人同士の意見交換とかも、まあ、自分はやっぱしたいっていうか、うん、でまあこういうの試してよかったよやるわ。マラソンだってに対しての思いって正直ゼロ、まあ、調子は多分一番良かったのかな、陸上人生の中で最後の1年で調子良かったけど、起きたら急に足痛くて悩まなかったしね、なかったし、正直めちゃくちゃ陸上続けた。陸上の何が楽しかったのか、頑張った分でも記録出る。ああ山中と同じチームでやってみたかったなって思いました。